まだ3月から始めたばっかりだね。キャンプ？うん、へえ。そうなんですよ。あの一人旅ばっかりしてたら、あの友達からキャンプやればいいのにって勧められて。へえ。それで始めちゃう。はい、あ。旅代とかは安くなるんですよね。キャンプ場とかで泊まれば。あ、そうそうそう。うん、あのだから富士山行ったら。炊飯器炊飯器めっちゃ炊飯器が来たやん。ガチめのやつガチめのやつめっちゃガチめやねん。あら、オピネル、これはさ、持ってあるんだ。はい、あれはな、超ラッキーだった。そうです超ラッキーもらった瞬間入れましたもん。俺もオピネルあるけど、全く使わんというこのオピネル。え、10番？9番までですか？何番かね、これ。あ、10番までいけますか？8から10、うん、これ何番？それ10じゃないですか。違うのかな。オピネル使えます？使わんので全然。使えます、使えます。ほぼ使ってないやつ。ほぼ使ってない。え、これ、え、これもしかして、はい、ででん、いただけるんですか？どうぞ、あげます。やばいよ。だってオピネル買っただけでもう満足で使わないといけない。サダさん、いや、サダさんは結構いっぱい同じようなもん持ってるからね。ないない、オピネルはもうそれだけ。おもう返せって言われても返さん。いや、オピネル、あの、俺まな板のセット持ってるけ、スノーピークのやつ、あれで十分だよね。それも買ったんですけど、あのまな板を傷つけるのが惜しくて。だけ俺、佐野家にあの、まな板シートやっぱりちゃんと研げば切れるんで。いや、ラッキーでしたね。誰か気づいてくんないかな、あのグルキャンの人で。あれ、何使ったのって。いや、そのケースでびっくりされると思うよ、多分。え、何それ、見せてなると思うけどね。言ったら俺もナイフケース使いたいがためにオピネル使ってるとこありますよ。自分で作っちゃったがために、ね、だってそのカラーリングのやつは市販品で売ってないですもん。うん、ね、これ、うん、そのカラーのやつ、かわいいウサミ模様みたいな。うん、それ自慢できると思いますよ。あ、もうなんかね、チラチラさせる。これはもうケーブルなくても直。あ、直差し、うん、ああ、はい、他のやつはケーブルがね、うん、あの B タイプ、はあ、B タイプっていうの、今の C じゃないんです。 C じゃなくて B になる。 B なんです。でもそんなずっとつけてないよ、ね、このランタンもね、あの B だからスマホのやつ使えないんですよ。それがめんどくさいです。あ、どっち、両方、左、あの安い方、安い方。中華メーカーみんなのお気に入り、みんなのお気に入り、誰もが持っているお気に入り。っていう感じ。多分あの魔界をいただこうかなと思うんですけど。いやー、もうちょっと私の酒になりそう。どうやってやります？ロックで。まあとりあえずちょっとだけロックで飲んでみて。ちょっとだけロックで飲んでみましょうか。じゃあちょっといただきます。飲んでください。魔界へのいざない。ステッカーをいただいた時のお礼を 何かっていうお酒でと思ってたんですけど、YouTube 見てたら日本酒がダメっていうから、あ。ダメじゃないですよ、ハマってるんで最近。ダメって言って飲み出しましたよ。そうですね、俺がハメてみたいなもんよ。初めずっとなんかアルパカばっかり飲んでた。アルパカ、そうですね。で、俺が酒ばっかりも日本酒ばっかり持ってくるからね。で、やっぱね、あの和食が食えるようになって。あれよ、岡山のあの。和食。あ、そうだそうだ。前ダメだったんですか、和食。前ダメだったっすね。あ、獺祭は岩国ですけど、岡山のあれだ。夢見て早漏だで、ハマったんよ、この人。あれうまかったんですよね。はめたんですね。あれから、いえ、あれはね、岡山からキャンプ来た人が持ってきて、持ってきたんですよね。みんなが飲んで、大絶賛だったんですよ。そうそう、だから結局獺祭とかいろいろあった中で、それが一番うまいってなったんですよね。あれはすごい美味しかったよね。こっちで見ないもんね。あれは、あれね、あそこショップ限定やったよね、確か。なんかあの道の駅みたいなとこがあって、そこでなんか、その村っていうか、そこだけで作ってる酒しか売ってないみたい。なんか狭いとこだったっすね、うん、道の駅の名前わかりますか？ YouTube で見てる画面がこんなんだ。ねえ。感動した。さっき私あの何だったっけ、テント見ながら、あ、YouTube の世界だ。あ、あれね。これなんでカメラどこ行った？お願いします。水を置きましょうか。ちょっととりあえずロックで。あ、ロックで、はい、ね、じゃあとりあえず水用意だけはしときますね。あ、はい、ありがとうございます。ちょっと俺も美しい星の街っていいですね、なんかね。なんか天文台があるでしょ、確かに。
星もなんかすごいよく見えるところらしいですね。なんか街を挙げてそういうなんか景観みたいなのを作ってる。確か岡山天文台があるから。中世夢ヶ原、なんか名前全部かっこいい。かっこいい星の里。で、そこ、唯一それを売ってる道の駅の中にピザ屋があって、そのピザがめっちゃうまかった。あ、なんか、や揚げちゃったね。なんかそばっこのピザかなんかで、ね。ちょっと入れようか。どうか、ね、そうですね。あ、これぐらいでも。うん、じゃあ、いただきます。俺もちょっとだけ。ああ、鼻が匂わしたにはあれだね。ちょっと頑張って匂ってみよう。で、鼻から吸うよんかい。鼻から牛乳できる。キャンプ場発見。星空間オートキャンプ場。これなら飲めるやん。はい、そのキャンプ時はよくバイクで。おお、なるほど。ね、ちょっと甘みもあって。なんかちょっと甘さがありますね、本当に。さつまいもの焼き芋の、あ、なんか不思議な甘さもありますね、確かに。これロックがうまいよ。でもガンガン飲みると大変、やばいやつ、ちょっとやばい。やばいよ、やばいよって言われるけど。前回の夢見てソーラも結構やばかったですもんね。やばかったね。うまかったな。あれもガンガン飲みるとやばいよね。やばいあれ。だからインスタと自分のキャンプグループっていうのに限定してるのは、インスタの場合は投稿写真で、あ、この人は真面目にキャンプをやってるのかなっていうのを見たりとかで、お付けを。じゃあ合格できたんですね。合格なんだね。ダイレクトメールで来るんだけど、その人の写真投稿がね、こう4件とか5件とかいう人もいるんですよ、なんか。その時はもうごめんなさい、だんまり。あと非表示の人もいますよね。あれは俺、ね、あのフォローされても。あ、俺も基本的にしないですよ、ね、あの非表示のくせにフォローしてくるあの人たちは一体何なんでしょうね。そうそう、何なんですかね、あれ、うんうん、だから自分のあれをあのオープンさせてないのに、多分性格的にこういう人なんじゃないですか。これなんか馬刺しに皆知らん人からいいねが入ってたけど、どういうこと？QR コードあ、逆にそれで遊ぶのはいいかもしれないですね。ここだけ。そうそう、おっぱいキャンプ。何おっぱいキャンプ。おっぱいキャンプでも最近見なくないですか。何ですか、おっぱいキャンプ。あの、上げてないんじゃないの、あれ。部員でこの辺だけ映しそうようなキャンプの動画がある。そうそう、西を映せ、キャンプでしょ。おっぱいとで、キャンプ行くのにめっちゃ短い。刺される気満々やろって。あんな感じだ。あの、演奏なのにずっとここ映してるみたいな。あ、そう。あ、おっぱいピアノがありますね。ピアノあるね。あれ韓国の人よね、あれ確か、おっぱいピアノ。多分そうですね。で、なんかだんだんコスプレ色強くなってきた、ね。いや、めっちゃコスプレやられましたもん。っていうか、キャンプにそれ持ち込んだらいかんやろうと思った。いや、キャンプに行く格好じゃないよっていう、結構おるよ ね、まあ、ね。おっぱいキッチンあれでしたもんね。おっぱいキッチン、あったね、おっぱいキッチン。おっぱいキッチン、弟喜んでなんかフォローしましたよ。うん、おっぱいキッチンあったね。消えたーって。消されたーって。やったね。結構恐竜の人よね。そう。あ、重いと思う。いや、料理してんだけど、料理作るんよ。おっぱいパン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 って入れながら料理しようってくる。しっかり見てるやないですか。これなんじゃろうって見たら、いや、これどうよって。いや、そんなんでなんか飛んできたら熱いやんけって。そう、弟もなんか揺れながら見てましたけど。おーおーおー、うまそうって。どこがあって、何があって。どこや、どっちや。おっぱいキャンプに関しては、これあれ、まあ、タチが悪いって言ったらあれですけど、まあ、タチ悪いなと思ったのは、撮ってる人が別にいたじゃないですか。多分だから、うん、カメラマンとしてめちゃめちゃいい絵を撮るんですよ。そう、綺麗な絵で、一眼で。あれはちょっとずるかったですね。最後の方なんかパンツも見せよったよね、あれ。あ、そうなの、うん、ミニスカート履いてキャンプって、うん、いや、ありえんじゃろう、それみたいな。でもそれってブロックされないんですか。いや、されない、うん、されないんですか。あ、最近どうなんだろう。どうでしょう、だけでやんくなったんかな。バレたら、かもしれないね。だって、そう、赤バンされたりしますよ、うん、多分、あの、赤バンされたおっぱいキッチン赤バンされてます。それか、あれですね、広告つかなくなったから、もうやめたんか、うん、あ、もう今広告つかないんですか。なんか、もしかしたらそういうのヤバ系はつかないかもしれないですね。ヤバ系はつかない。あ、そうなんですね。素人系とかもつかなかったりするって言いますね、うん、あ、僕、あの、中華鍋買ったんですけど、妹にぶんどられました。ぶんどられた。いや、ありがとうございます。4580円で安い時に買ったからラッキーだったんですけど。ぶん取られた。この妹は今のは値上がりしよう。強いな。いや、今5500円ですよ。あ、そうなの。値上がりしたんだよ。俺もいつ後にしてるか全然知らないんですよ。何もかも値上がりしとる。
今もうしょうがないよね。なんでそんなにゴッドファーザーのテーマうまいんですか。リリ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 リちょっとおでんいただきます。おかえりなさい。おかえりなさい。どうですか、まだ残ってる。まだあの誰も手をつけてない。そこまでたどり着けてない。たどり着けてないで、まあ、目の前の食材で一生懸命という卵もおらお私も卵食べたい。卵あなんか牛すじとかもあった。力いっぱい入れたんだよ。卵結構人気があるから15、6個入れたんだ。違うな、入れすぎだろ。え、なんで入れすぎでしょ。入れすぎか入れすぎか。あ、いつでも言ってください。グーあの入れるからどんだけなんですか。まだあるんかい。うん、だってなんやかんやで1万円分ぐらい買っちゃったんだもん。5万円分。買うとさ、中途半端にね、人数考えないのよね。白身来るって言ったら10人分ぐらい。大根あった俺、大根はね、少ない。じゃあ貴重な大根いただきます。大根今続けたけどなかったような気がする。そうそう、大根、俺自身が大根あんまり興味なかったから。とりあえずじゃ、とりあえずじゃ。いや、おでんは大根でしょ、やっぱり。あ、そうなんですね、うん、ごめんなさい、次考えます。いや、なんか催促したみたいな。とりあえずじゃ、闇鍋ですよ。大根、大根取ってるし、ちゃんと取ってますよ。しれっと、はい、大根ってあの米でやっぱりこうアク抜きするじゃないですか。あれが面倒くさいんですよ。ええ味でしょうね、これ。これ卵や。全然これ卵。じゃあこれちょっといただいていきますか。あ、ちょっとやっと出ますんで。どうするの？どうするの？最初は。ちょっとなんか味見したいよね、ロックで。そうですね、ちょっとロックでいきたいですね、ちょっとだけ。瓶のまま飲むじゃないか。いや、一人だったらロックどころかストレート。大丈夫、3本あるから。そう、彼女が思うキャンパーさん、いただきます。違うかもしれないですね。うん、なんかそんな感じがしてきてるんですよね。せっかくじゃけ誰か飲みます。これだいる人この飲みます。これみんないるって言うよね。それ飲みます。飲みます、もちろん飲みます。まあ焼酎の国やもん、ね、でもなんかお酒好きな子多い気がする。福岡は焼酎じゃないです。福岡は酒です。お酒の、はい、いつでも焼酎はあそこですよ、宮崎。鹿児島か。鹿児島。そうそう、芋焼酎は鹿児島。ありがとうございます。あ、芋焼酎、音がさっきよかったな。麦焼酎、ね、ガラスだからかな。うん、ね、この音いい。はい、送れる。あ、いい匂いね、これ、うん、レモンだろ、これ、うん、あ、でも飲みやすいの、これ。何度ぐらいアルコールですか。これ30度ぐらい。そんなないやろ。これ20度やろ。結構あるんじゃない。これ20ですね。あ、スタさんどうでした、このリモン飲んでみて。うまい。これ絶対あの変にあの薄めたりとかしなくてロックがいいかもしれない。俺ね、今実はこれちょっとサイダー割りしてるんですけど、うん、確かにロックの方がなんか、ね、ゆっくり飲める感じがするっすね。あのチビチビね、こう何さっきこの、いや月が絡んでるけど、こう月見ながらこう飲んだらシャレオツよ、ね、あーいいっす ね。小焼きくんっていう名前は出てくるけど、もう一人の名前が出てこんかな。もう一人はね、あのキャラメルちゃんって名前でやった。キャラメルちゃん、はい、あ出てる出てる、ね、かわいいキャラメルちゃん。最初は5歳ぐらいだったんですけどね、今もう、もう大きいよね。5年生ですから ね。あの男の子の頭の回転早いっすね。あの子賢いですよ ね。なんでそんな名前つけてるんですか。たこ焼きくんとかキャラメルちゃんとか。キャラメルちゃんもなんか自分で言い始めて、ミニーちゃんも自分で言い始めて、うん、髪の毛切るのがめんどくさかったから、はあ、俺が切ってたんですよ、はあ、もうなんかチョキチョキっつって、うん、そしたらなんかあのたこ焼きみたいな感じになってたから、あれなんですよ、大きいボットみたいな形だったんですよ、うんうん、昔の、うん、だからもうたこ焼きっぽいからたこ焼きくんでいいやっつっていいやろ、ね、本人もそれ納得な納得してました、ね、あ、じゃあやっぱ女の子の方が言い出すんですね。言い出しました ね、 ねこう呼ばれたいって、うん、あの YouTube であの男の子の方言聞いたら面白いと思うけど、方言がね、うまいよ。あ、たこ焼きくんの、うん、お父ちゃんもお母ちゃんでもね、うん、あの方言喋る子供、お父さん、パパママとかじゃなくて、お父ちゃん、お母ちゃんだけ、あれでみんな感心する人が多いよね、お父ちゃん、お母ちゃんって。東京住んでたから分かるけど、東京の人ってすっごい方言好きなんですよ。あ、らしいですね。そうそう、あの関西弁だろうが、なんか地方のね、そうそう、地方の言葉。あ、俺からすると、あの福岡弁とか好きよね。何しよっとって言ったらめっちゃ喜ぶもんね。今日いましたもん ね、 ね、あのそのガチな福岡弁の人 ね、 ね、ああやっぱいいなって思うね。ヘッドライト
初めてのような気がする。私これあのコストコで600円で買いました。安かったんだ。あの3つで1800円ぐらい。あ、なんかえ、いいの、はい、赤くなりますか。あ、赤くなりますよ一応。あ、本当だ。電池。あ、電池です。あ、すごい。電池で なぜかブラックライトがついてるんですか。もう赤あるね。じゃあ行ってみますか。でこれがスポット、ハイスポット。あれ、ハイスポット。え、先頭でもいいですよ。一番後ろでも。めっちゃノリノリやん。ここカラオケルームが作れる。え、カラオケルーム作りましょう。ここが、ここに、はい、テレビ、そこで押し込みましょう。こういう設備がある。イナックやん。お前らはここで歌ってる。すげえ。下見たら分かる。そうそう、ミラーボールが。あ、ミラーボールがあるんですか。そう、なんか上に。このミラーボール見ますよ。カラオケ見に行きましょう。はい、2階の人に。ええ、あれ、どっから上がるんですか、2階。2階一通り見たくべきですよ、やっぱり。いや大丈夫ですよ、もうこんなにいるのが。どうぞ。あ、ここからですか。そこ開けてもらって。あ、これだ、階段。あ、これか。だから階段めっちゃギリギリじゃないですか。これ、うん、危ない。なんか抜けない。よいしょ。あ、これヘッドライト。あ、ヘッドレンザー。これ指につける。婚約指輪これにして。ばあちゃん家の階段あるよ。ほんまや。広すぎる。え、広。ザラザラする。あ、これじゃないですか。カンホケって。カンホケ、どうぞ。見たい。え、これ衣装箱やん。あ？衣装箱ですよ、これ。ああ昔の、うん、来た。ああ衣装箱です。ただ私裸足なんでザラザラ感がすごいんですよ。そう、裸足はやばい。いや、ここでもさ、なんかちゃんと綺麗にしたら、はい、これちゃんと綺麗にしたらめっちゃいい感じだね、うん、で、針とかすごい可愛い。古民家喫茶店とかできそう、うん、ああ、そうっすね、うん、で、ほらめっちゃね、この針とか。あ、広い。そこ横つながってる。そうなんですよ、ここもほら埃だらけじゃないか、ここ。ほら。え、もったいな、使えばいいのに。綺麗にすればね。ねえ、ここ。せめてここだけでもね。使える。それが棺桶っていうこと？これ衣装箱です、衣装箱。ね、衣装箱で昔のね。開けて。え、開けていいですか？開くかな？重そう。よからず。何も入ってないっす。あの、昔の新聞紙が入ってるだけですね。湿気取り。前はね、入れてたんでしょうけど、なんもないですよ。一応見ます。ここ何も感じるけ、何にも。声も聞こえないですか。ね、ないね。なんか樹液みたいなのか染み出してますね、木から。どこ？ここになんか。あ、本当だ。え、なんか新しくない？舐めて、ね、舐めてみてください。舐めるんじゃん。甘いかも。甘いかもしれない。いや、一応電気つけれるようになっちゃうんだね。意外とメープルシロップ。ね、ありますね。ね、え、これでいけた？これあれ？なんか動物追い出すやつ？あ、でもこれすごい針が。ねえ、うん、見て。見てあの針。そう。綺麗にしてこう、ね、コーヒー飲めるようにしたら。か、ね、いけるよね。ね、いける。何も感じないし、ここ大丈夫。柱強いし。うん、ただこの雲の、うん、何も感じないの。何も感じないなって、もともと感じないんだけど。このままって思うけど、こっちもなんか舞台みたいなと思うのが。これね、このままじゃなくて、何度じゃない、なんていうの。押し入れ。うん、え、じゃあこっちも押し入れやったってことですか。ここはなんか変な作りよね、うん、そのなんかいきなり現れる。こっからまたなんかロック系だねこれ、うん、誰。え、ここ貸し出せばいいやん。家賃2500円ぐらいで安っここだけ何民泊で使えそうよ、うん、今トカゲがいましたね。どこに。タタタタタってその後ろに走ってきました。ヤモリや。ヤモリ。ヤモリそんな音しないですよ。ネズミですよ、ネズミ。え、ネズミ？え、音がしたんでしょ。あ、ヤモリ。ヤモリいますよね。ちょろちょろって。あ、で結構立派なヤモリだね。ねえ。あ、落ちた来た。当たってよ。スタ。そこ。行くどこまで行く？いやよね。せっかく寝とったのに。ねえ、起こしてごめんねって。家を守ってくれとんのに。ねえ、ごめんねって言われた。ペタ。家守ってくれよる。じーっと見るの楽しいよね。そう。たまにあの
農作業用のエプロン干してたら、その中で、面白かったポケットでこうやって寝てる。かわいい。かわいい。っていうか、全然綺麗ですよ。ね、綺麗ね。ちょっと綺麗にしたら、なんか使えるよ、うん、ちょっと右の部屋は全然、うん、あの、ね、民泊できる。ちょっと、多分靴下すごい、あ、靴すごいことになってるね、今。すごいことになってる。え、本当ですか、うん、本当だ。本当だ。バッチリ監視カメラ見えましたよ。見えました。なんかね、うん、車のね、電気がついてると思って慌てて戻ったけど、ついてなかったんだけど、なんかこのカメラ見たら、え、マジですか。なんかついてるように見えたんですよ。また怖い話。いや、怖い話じゃない。いや、この監視カメラを見たら、うん、そうそう、これほら、なんか手に見えます。暗いとこですごい撮れるようになっとって言ったけじゃないですか。だ、多分それでしょうね。あれと思って、私車の電気つけっぱなしやと思って見たら、次に帰ったら全然ゴロゴロし放題、ね、右に左に広すぎ、ゴロゴロとかで一人来てやろ。サラさん、まだ見てるんですか、もしかして。あ、そうそう、本は終わりましたよ。建物を見てました。そうそう、玄関先出てました。シナモンの、あ、シナモン、シナモンの木、シナモン、下がアジサイ。え、この雲でか。え、かじれます。かじれるというか、切ったらちょっと切りましょうか。日系サクトリムシがおる。え、でも日本シナモンってなんか違うんですかね。なんかシナモンの匂い、聞いたことないですね。うん、あ、すごい立派だね。強いから結構ね、伸びるんですこれ。で、あの近くのなんか料亭屋さん、和食屋さんだったかな、うん、あの爪楊枝作るのにっていうことで、あ、だから結構蹴りに、シューシューするんや。おかしい、クンクン。カグカグ、次、私すごい。次私。これデッコは日系のあれでしょ。あ、そう。シナモン、シナモン。あ、日系臭い。日系、日系。わかる。ビエ、ビエ、ビエ。あ、これ。そうなんよ。あ、めっ、あ、懐かしい。揚げパンの匂い。匂います。わかる。昔でこのタイプの猫をかじってましたもん、ガリ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 。へえ。あの子供の時にあの祭りで日系水が売って、ああ、そう欲しいって言って、絶対飲みきらんけって飲めんかった。確かにこの系統は根っこなんですよね。あの腰、アメリカシナモンって腰の高さ、うん、あの木腰の高さで、あのもう収穫するらしいんですよ。だけどここのやつはもうずっと伸びっぱなし。あ、上で取れてそのまんまっていう、うん、え、じゃあ上のここ切ってもこの匂い、はい、するでしょうね。あ、これは立派だ。なんか虫よけになるんじゃなかった、シナモンって。シナモン、そうね、確か。寝起きを襲うな。おはようございます。おはようございました。僕もめっちゃ寝起きですけど、結構ここ車が通るけ賑やかだね。朝はやっぱあれですね、通勤かなんかあるんでしょうね、うん、ホットサンドですか。ホットサンド、わあ、すごい。余るぐらいに作っといた方がギリギリ作るっていうのは本当に性格上ダメなんですね。なるほど。じゃあいただきます。どうぞ。もう本当に遠慮なさらずに。あ、コーヒーも。ありがとうございます。あ、作ったから食べてください。すごいいっぱいできた。そう。
何でもそう。昨日のおでん見てもわかるでしょ。バカ匂いするの。こういう準備をすることも普通の感じっていうみんなが思うようなそういう系統ではないのかもしれない。確かに自分はそういう形にはまろうとは思ってないんで、だからここ一般開放してないし知り合いを集めるっていうことが前提にあるんで、やっぱりこういろいろやってあげたいっていう気持ちの方が大きいですね。やっぱ朝ホットサンド美味しいですね。すげえ。あ、よいしょ。あ、すいません。うまいっす。この4x4 フルタイムっていうところが、っていうか、あの名前は奥日田牛肉店です。奥下牛肉店、獣肉店に行ったら売り棒が売ってるんですか。そう、あの なんだろう鹿肉かイノシシが売ってるんで、なんかそうなんですよ。奥ひだじゃなくて奥ひだが有名だけど奥ひたってあるんですよ。でこの獣肉店、へえ、ここです、ここです。売り棒やっぱ柔らかかったですか。柔らかいし美味しいです。臭くもなく。あ、こういうふうに売ってるんですよ。これが鹿肉で、こっちがイノシシかな。新鮮なウリ棒食べてみたい。新鮮なウリ棒、はい、さばいて、さばきたてのやつ。さばきたてる、おろしたてっていうんですかね。落としたて。落としたてか、うん、はい、サーさんのステッカーはね、まだ貼ってないんで怒られたんで。そうよ、俺おかしいな、あげたよなと思って。パソコンの机の上にずっと置いてあります。そう、これが歯が詰め切ったっけ、剥がれんじゃない。どこに貼る？どこでもいいですよ。ここというところに。この辺、端っこ。ああ。まっすぐか。はい。あざーす。意外と奥ゆかしいところに貼りましたね。そう。俺、もともと奥ゆかしいからね。人間が奥ゆかしいから。奥行きはないけど。奥行きはないけど。よっしゃ。さあ、行きましょうか。行きますか。はい、では、私が先導させていただきますね。すみません、お願いします。はるばる来たぜって言わない。無能な方。台数でかいっすね。でかいね。何あのリバプ、まあ、あれインテリアなんかか。ヒマラヤマーク。お、ほんとだ。あ、ヒマラヤの向こうにあるってことか。ちょっとここ。ワークマンジュストップです。お、ここか、でか。意外とでかいっすね。ね、すごいな。サンダルじゃあれだから靴履いていこうか。サンダルチアーって言わね。巻き舌で。巻き舌で。コロロみたいな。おお、かっこいい。どっち？だからつまり、こっち上を先に見て、下を次に見ると、うん、まあ、ある一個のストーリーになるじゃないですか。うん、まあ、受け取り方が。違うんだよね。受け取り方が多分違うんじゃないですかね。これ面白そうですね。あ、じゃあ2回見れるってことだよね。そういうこと。行きは風強かったっすけど、今はないですね。ね、なんかベタ投げぐらいの。そう。おー、今日も一日が終わろうとしています、ね。次はまた決めようか。まあ一応秋吉台ってことですよね。そうですね。秋吉台どっち？あ、家族村の方じゃないと。家族村の方じゃない方に確かあった気がするんですけどね。ちょっと調べて。それかね、萩アクティビティパークみたいなところが確かあったんですよ。あれね、10月末で閉鎖。閉鎖か。冬は閉まる。あ、そうなんですか。うん。まあじゃあ、他にもね、いいところがあればちょっと探してみます。岐阜県の冬季閉鎖のとこ多いけど、ね、結構。ああ、そうですね。ここ行ってねえけど、行くんだぜ、みたいなとこ。そうですね、なんかあとやっぱまったりゆっくりできるとこっていうか、ね、うん、着きました。
長い旅だったっすね。めちゃめちゃ高いけど、ちょっとトイレ行ってこようか。はい。緊急事態発生。緊急事態発生。うん。第三の門が。そうそう、第三の門。波動砲が発射中。じゃありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、ということでですね、サラさん送り届けて、今、家路に着いてます。ここからだいたい1時間ぐらいね、車を走らせたら家に着くんですけども、まあ家に着くまでがね、キャンプということで、でも一安心しましたね、なんか。初めての福岡遠征っていうこともあったし、初めて行くキャンプ場だったし、初めて行く市町村だったんですけども、ありがたいことにね、皆さんすごくいい人で、すごくいい時間をね、過ごすことができました。まあ、また機会があればですね、県外でも行きたいですし、今日行ったキャンプ場もですね、家族連れとかで、今度は行ってみたいなと思ったりしてます。とりあえずはまたお時間は来月かな、来月なんで、それまでにね、また僕もちょっとソロキャンプをねやりたいですね。もういい季節になったんで、ソロキャンプをして、うん、ちょっと楽しんでみたいですね。まあ、いろいろとね、これから先やりたいことがあったりしますけども、またですね、この動画、このチャンネル、ぜひね、ご覧いただければなと思います。ということで、今回は、福岡遠征の巻でした。それでは。